菅野氏は菅野を氏の名とする氏族。日本古代の帰化人系氏族である。く田らの王家から分かれたといい、聖はあそん。新先生氏録によれば、王達寺の弟、牛とも呼ばれたを、子祖とするが、そもそもはく田らの第十四代国王騎士王を執事とするという。はじめは王を使命としていたようで、微脱天皇三年に牛が、辻を、 玉物ものされ、天平法治2年に、つれんと、改め施政、延暦9年に、つれん神道等が、阿尊政の施政を正願してこれが許されたために、居住地にちなんで、菅野阿尊を称したという。なお、菅野は大和国宇田軍、菅野村を指すとされる。聖史録によれば、同祖の氏族に、藤井宿根、ね、宮原宿根、ね、津宿根、中品宿根、船野村寺がいる。 この中で、くずい、宮原領氏との関係は、俗に本気に載せる延暦9年7月下の富城の、菅野真道等の状況において、皇太子の子となる有識者を探していた、王人天皇の求めに応じた、騎手王が、孫の辰馬豪を入朝させ、辰馬豪の長子、王野阿郎王が、仁徳天皇に近じ、王野阿郎王の孫の牛邸君の三人の子から三、死に分かれたといい、長子味さが、 藤井氏の中子達次が宮原氏の抜子の番丸が関の氏の祖となったと述べている。この場合、三氏の子祖の親は、聖子録には塩君とされているので、この塩君が牛帝君とも呼ばれたことになり、騎士を立孫王、王のあろう塩君あじさ藤井氏、大達寺宮原氏牛、菅野氏という系譜となるが、聖子録中品宿根城では、 牛は、塩君の孫とされ、やや混乱が見られる。また、この状況自体が、西氏の思祖、王仁氏の伝えを真似た、始祖伝説であるとされる。ありがとうございます。